こんばんは。さあ、今日も原人やっていきたいと思うんやけれども、ここに来ちゃったよね。ちょっとね、道中いろいろあったんやけど、もうそれはもう特に何もほぼほぼ何もないと言ってもいいほどの、もんやったから、もうそこは飛ばしちゃったわ。たまたまここにね、ワープポイントを見つけたから、これを解放したいのと、この隣の山からジャンプしたら降りれるかなと思って、あそこの、七天神像を今から取りに行こうかないうとこなんやけど、なんか上にね、なんか空中庭園みたいなのがあんのよ。なんかよう分からへんけど。それを今からどうしようかなっていうのと、あ、ここにもなんかあんのよ。の山に、仙人、光の鳥、光の鳥みたいなのがおるけど、今横に。これアンバーちゃうの？アンバーではない。なんかせなあかんちゃうの、でもこれって。なんやろうな。とりあえずワープポイントやな。七天神像を解放せなあかんから。わざわざ登ったんや、これ。大変やったよ。うわ、やってもだ。これがあるから腹立つね、もう終わったよ。もう最悪。もう原人、これがあるからな、マジで。あ、そうや、こういう。ワープしたらいい。何やってんの、これ。ワープしたらいいねんな。そうや。失礼いたしました。それでは早速向かいたいと思います。このな、感覚が分からんのよな。だってこう光に当たるぐらいでええんか。危ね、また近く。はい。解放されたよ。あと1個でレベルアップすんねんけどな。さあ、他にワープゾーンないかな。あるね、この辺とこの辺。あ、こっちにもあるね。まあ、とりあえず近いのはこの2つよね。こっちの2つが近いね。こういう遠いとこもな、やっといた方がいいんやろうけどな。どういこうかな。あ、でもここ。うわ、こっち全然解放されてないな。結構あるな、場所が。ここ2つも気になるしやな。とりあえず塊で取れるとこにしようか。この辺やな。この辺めっちゃ固まってるな。ここええな。ここにしようか。これなかなか茨の道やからね。モンスター倒したいのもう山々なんで。
これっすか。あ、これ酒取られんかったやつやん。しょうがないな、あと1個やしな、七天神像が。これは強引にでも取りに行くべきか。とりあえずどこ行こう、ここ行こうか。これで3つ解放しようか。とりあえず何やねんこれ、さっきからよ、分かってたやん。あ、モンスターおるの、まあ、よ、ポーチでよ。あ、でもこっち行かなあかんか、行かなあかんやったら行くしかない。うん、よ、めんどくさい、戦うの。変な話、ちょっと戦い飽きてきた。山越えなあかんのか、つれえな。こうせ。え、なんか出るんじゃないの。落ちて。え、今なんか出ないの。出てきたぞ、人んちの前に。ついてくれるかな。これよ、お前。よし、解放。で、次がここやね。なんかピン刺しもた。これでええか。よし、行っちゃうぞ。これちなみに何のためにやってるかって言ったら、自分のためもさ、多少はあんねんけど、あの前も言った通り、あのなんか明らかに釣られてる感じするから、ね、前も言った通り、あの俺のワールドに来てくれた他のプレイヤーのため、ね、あ、もうこういうのええねん。こいつのやつ全然やってへんやんけ。なったらつらいやろ。
ちょっと俺にも見えってもんがあるから、あんなとこにあるやん。お前は。ありねえ、イノシシ君。今はそいつらに構ってる暇はない。とにかくこの断崖絶壁を登ってクリアしないと。あー遠いな。今になって言うのもなんやけど、ようやくこの操作感っていうかな、操作性っていうかな、ちょっと慣れてきたかもしれんな。さすがにこれだけやってると、いまだになんかこう登りたくない時にキャラクターが登り出したりとか、なんかどっか間に挟まって身動き取られへんようになったりっていうのがあるから、その辺はちょっとまだあれやな、不慣れなところかな。上級者がね、こんな俺のゲーム実況見たらさぞかしイライラするんやろうけど、そこはご愛嬌ってことで勘弁してもらえたらと思うよな。あら、ちょっと声が枯れてきたかもしれん、若干喉が痛い。今日連続して3つ4つぐらい動画撮ってるからさ、ちょっとやりすぎやな。一回休憩した方がいいかもしれんな。やばいやばい、いけるか、ギリやな、ギリいけるな、ギリいけるな、ギリいける、ギリお前ならやれる、いけいけいけ、よしよし、なんかおるし、めっちゃ好戦的やん、いくら。張り切ったモンスター増えてきたな、おい。頼むで。ワープゾーン解放しに来ただけやのに。ワープゾーンちゃう。何回ワープゾーン言うてんの。ワープポイントやね。悪いな。細かい人からしたら気になる話やな。よし、あともう一個あったやろ、奥に。ちなみにさ、このハラジン、そんな俺詳しくないから全然分からへんねんけど、やっぱりこのゲームにもチートってあったりすんのかな、ふと気になったんや、今ってなんかチートってめっちゃ稼げるらしいね。そのチートを使ってまで勝ちたいプレイヤーっていうのがやっぱり一定数存在するわけよ。まあそれはな、もう言われるがまでもないぐらいの、まあクズ野郎っちゃクズ野郎なんやけど、でもやっぱりそのクズ野郎が儲かるんじゃなくて、そのクズ野郎にアイテム、そのチートっていう商品を売りつけることによってめちゃめちゃなんか儲かるらしい。だからそういう意味でやな、まあそれは悪いことやけどやな、やっぱりチートってな、そこまでしてやりて、いや、なんかこう勝ちたい人がおるがゆえにやな、儲かるそういう業界なんや。ちょっと若干感心したやな、感心したらあかんねん。落ちて、よくチートをな非難する人からしたら、ね、あの、そんなもん使っては勝ちたいか、あ、もう定番のな決まり文句と言っても過言ではないけど、
まあ、多分もうそんな関係なくチートになんかチート使うことに意味があるぐらいに思ってんじゃうかなと思うよ、あいつら。チート使って勝ちたいやつっていうか、挑戦会しちゃうねん。こっちじゃないね、俺来たかった。違う、下か。あった、これこれでいつでも挑戦しに来れない。よし、で次どこや。なんかこの下らへんにもあったけど、あーちょっと遠いか。この3つやりたいよな。こういこう。遠いけどもう歩いていくしかないよなこれ多分。あ、若干こっちからのが違いか。あーそうやな、こっちからのが若干違い。俺ナビがそう言ってる。俺ナビがよいこれやね。いや気持ちいいねこれ。なんかどんどんマップが広がっていくっていうのが最高や。一番のやり込み要素かもね。あ、鳥の卵が。おいっ、あ、これちょっとナイスジャンプかもしれん。どこやろ、赤いの見えへんけどな。見える？俺の目には見えてないだけか。見えへんけどな。あ、てか七天神像に奉納すればよかったわ。さっきの1個預けたらもうレベルアップやったのに。やってもだな。敵は今んとこガン無視していくからね、うん、もうスーパースルースキル発動や。獣肉は欲しい。あった。あ、待って、気をつけな、落ちるぞ。トラップないか、トラップ。よし、で次がこれ。近いね。もうこれでいつあれやろ、他のプレイヤーが俺のワールドに入ってきてもまあ大体はいけるやろ。大体の欲しいものは手に入れてくれるやろ。これは挑戦やな。見えてんね、あれやね。よし、着いた。オーケー、オーケーです。解放されましたということで、今度は3つ目。サクサクっといこう、サクサクっと。こういうゲームでもないんや。ただやっぱり俺、他の人より遅れ取っとるからさ。強そうね、取ったの。なんちゃらの王って。あれやな、あっこのドラゴンスパインにもおったよね、ああいうやつ。
なんちゃらの王、ヒルチャールの 王じゃん。氷は氷のヒルチャールの王って、岩は岩のヒルチャールの王が多いね、多分ね。まあ、いずれあのドラゴンスパインのヒルチャールの方もちょっと倒さなあかんね。うん、だいぶ開放的だけど、あとはここの2つかな。こういうやつな。いきましょい。いや、ほんま今回と前回前々回ちょっとなんか申し訳ないな、大した動画になってないからさ、なんか極力なんか面白い話しようかなと思ってやってはおるんやけど、すぐネタが尽きちゃうからさ、話しべたやから。ただ言いたいことはなんとなくでいいから、まあ、伝わってくれたらいいかな。それじゃあかんねんけどな、ほんま。おーい。なんかおるやんけど。雨降ってきたやんけど。え、まさかあの上、なんかそれっぽく思い出きたな。え、何今すごいことになってなかった、今ゴリーンなっとった。あ、これ風やな。風現象今あいにくないんすわ、お兄さん。絶対上やん、ほんま。高さはそんなになさそうやな。そのままゆっくり登ってったら登っていけそうやな。こっちか、まさか下か。これなんか一回登ったはええけどさ、なんか結局なんか降りたら、なんか俺そのちょうどふもとのなんか根っこみたいなところにあったっていうパターンが結構あって、どないやねんって話。まあ、このハラジンのナビは結構怪しいとこあるからな、なんかいろいろ見てて。おい、大丈夫かい。え、何これ。お、岩元素に守られてるタラバ。いや、ないんですが。位置的にはこっち、あ、あったあった。うい。もうそろそろな、原石使ってもええかなとか思ってたりもすんねんけどな。別になんかその欲しいキャラクターがあらへんっていう。もともとその美少女系みたいなやつが、そんなに好きじゃないから。高いところから高いところへなるべく。そうして高さを稼ぐ。何あれ。
めっちゃいてんねんけど。バチバチ待機しとるな、雨の中。届かんのかい。あ、固まった。やあれやね、多分赤く光ってんの。スイートフラワーだけはほんまどこにでもあるな。もう絶対この周りにはモンスターおるやろ、分かっとんね。そろそろ俺も素材集めせなあかんな、これ終わったら。ある程度、ある程度ワールドポイント解放したら素材集めしてやな。ちゃんとしっかりと取っていかなあかんわ、こういうの。返しやめてほしいよ、返し。取りに行くは貴重品やからね。これはすぐ取れるか分かんないけど な。たまにこういうなんか甘々なやつもあるんやな。よし、どうですか、マップ。どうよ、どうよ。いい感じ。あ、なんかこっちにもあるやん。もうこれ行っちゃおうか。え、でもこれどうやって行くの、これ。え、これ泳いでは行かれへんやろ、さすがに、こんな。え？まあ、ええわ。とりあえず、これ、奉納しに行こうか。んで、とりあえずそこで終わろう。ほんで、次からようやくまたミッションに取り掛かろうかな。うん。そういう流れでやっていこう。もうグダグダやけど。もう何もかもええとこばっか切り取って編集するからええってもんちゃうから。もう全部グダグダなとこも含めて実況じゃってことで、本日はこの辺でお開きにいたしましょう。では、少年。次週までお楽しみに。あ、次週じゃあ明日やね。うん。ほら、また。